猫族チャンネル。こんにちは、ご訪問ありがとうございます。猫族です。2024年6月下旬、つくばエクスプレス総合基地を訪れ、捕囚王者の出発を見送った後のことです。近くを走る関東鉄道常総線の踏切を横断すると、遠くの線路上に明るい光が一つ見えました。折り返してみると補正員さんが検測を行っていました。真っ暗な中、お一人で怖そうですが、気づかれても驚かせてしまいそうで、とりあえずこっそり。大変失礼いたしました。猫族チャンネル。関東鉄道の補線作業は見たことがなかったので、興奮しながら息を殺して補線員さんの後ろ姿を見つめていました。先の駅にもう一人の補線員さんが車でいらしていて、交代しながら検測を進めているようです。この時は駅脇の踏切で映像よりも明るかったので、多少驚かせてしまったと思いますが、補正員さんとご挨拶ができました。ありがとうございます。検測機は株式会社カネコトラックマスター PC プラスという製品ではないかと思います。猫族チャンネル。左右の通り、左右の工程、機関、水準、平面、それぞれの変異を測定することができる機器のようです。今回の動画はいかがでしたか？この先も真っ暗ですので、どうぞお気をつけて。皆様も深夜の踏切を横断する際は、遮断機が降りていなくても注意してみてください。それではまた次の動画でもぜひお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。